クラウド、エアリス組、まもなく決勝が始まります。入場ゲートまでお越しください。なんかね、特殊なね、敵じゃなければいいと思うんですよね。脳筋系だったらね、いけると思う。恐れ入ったよ。まぐれじゃなかったんだな。決勝戦、準備はいいか？俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ。株が急上昇ですね。皆様、大変長らくお待たせいたしました。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました。名残惜しいのは我々も同じです。しかし物事は必ず終わりを迎えます。ならばその終わりを皆で大いに盛り上げようではありませんか。まずは小柄ながら並みいる強豪を華麗になぎ倒し、大いに盛り上げてくれました驚異のカップル。決勝誰だろう。マダムマム推薦、クラウド&エアリスの入場です。なんかさ、見てたら来るんじゃないの、あのアニアン様がさ。そんな気がするな。おい、もっとだ、もっとほら、おい、対するは優勝5回。再起不能にした相手は数知れず。病院送りは当たり前、ゴミ掃除はお任せあれ。断罪の処刑マシン、チョコボサム推薦、カッター&スイーパーの入場です。あ、全然違うわ。スイーパーってあの機械じゃないの。あいつか。はい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 。5番マコールでしたっけ。いましたね。これはきついぞ。100万キロは一体誰の手に。あの時は3人がかりでしたもんね。カッター結構きつかった気がするな。まずは見破っていきましょう。よいしょ。よいしょ。で、スイーパーも見破っていこう。あ、スイーパー見破ったことあったのか。いや、来るぞ。あとは普通にね、倒していきましょう。はい、シュートのくせに暴れるんだ。あ、これダメージ受けてるから。たたたたたた。いや、結構いけそうだぞ、これは。一回、ケアで入れとこう。いった。気づいた時には遅かったか。基本クラウド狙いか。あ、いっちゃった。この必殺結構あれだな。ヒートとかあれですね、ブレイクしてる時に使った方がいいな。動いてる相手にはなかなかきついですね、出るのがね。あ、来た。はい。と言いつつやるってことだ。ヒート入ってるじゃん。スイーパーもやれそうだぞ。ちょっと待った。リミットがいってる。ーマシーンに行こうか。食らいそうだけどな、これは。なんか、よし。いや、2台一気に行けましたね。よし。ありがとうですね。ご愁傷様。あら、意外とおとなしいのね。もっと怒り狂うかと思ったのに。万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ。だから面白いんだ。でもそれ裏も表もないだろ。じゃあな。さてと。あ、なんか連絡してる。いただこうかしら。そのことなんだが、マムすまない。コルネオさんからの指示で、もう一試合を行うことになる。それに勝利すれば、賞金を払うそうだ。ちょっとあんた、ふざけてんのかい？コルネオさんの指示だ。これで、ティファを助けられるね。その前に、マダムマムだ。服を用意してもらうんだ。そうですね。うん。さらにその前にもう一戦。喜んでるところ悪いね。残念だけど、もう一戦やってもらうよ。どういうこと？あんたらは盛り上げすぎちまったのさ。白熱する試合に客の掛け金も膨れ上がった。コルネオがこの機会を逃すはずがないんだよ。ああ、なるほど。儲けたいからってことか。コルネオが推薦する最後の敵を倒して、ようやく優勝になるってわけさ。話、違う。それは私が言いたいよ。こうつくばりめ、くそ。でも仕方ないのさ。この街では瞬間湯沸かし的なキャラですね、マムはね。さすがにコルネオだって渋らないだろう。観客が黙っちゃいないさ。次が最後だな。そう願いたいね。全回復はされてないか。まあでももう一周あるならバトルレポート達成できそうだな。とりあえずちょっとチェックしとこうかな。ミヤブルがあと2体ですね。うんうん。オッケー。行きましょう。マジであんたら最高だよ。次も熱い試合を期待してるぜ。準備はいいか？いや、本当にあれじゃないの。賭けなんて関係ねえ。俺はあんたらを応援するからな。アニアンさんが出てくるんじゃないの？異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。どうでしょう皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか？そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。もちろん出場するのは今宵の主役、地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、クラウド&エリー。いやー、誰だ？モンスター系かな。人気出てる。対しますは地下闘技場のさらに地下、地中深く封印されしモンスター。今時放たれる。ヒーマスとかじゃないだろう。我らがドン・コルネオの秘密兵器、ヘルハウスの入場です。もう名物モンスターですよね。いやー、嬉しいですね。リメイクでも出てくるんだ、ヘルハウス。来た。まあ、オリジナルではね、雑魚キャラでしたけどね。割と何回も出てきた。いや、どんな暴れ方見せてくれるのかな、ヘルハウス。歴史に刻まれるのは確実でございます。よそ見、瞬きは現金でお願いします。それでは最終決戦。レディー、ファイト！よし、行こう。あ、ちょっと待って、なんか来るぞ。よし、見破ろう。弱点はブリザード系か。いったさあ、ヘルボンバー来るぞ。あ、結構避けれるんですね。結構避けれる。いったすごい、なんか実況中継してくれてる。一応ガードしたけど、インフィニットエンドが入りやすいですね。なんか来そうだな。嫌な予感。来ただよ。よし、一回ケアル入れよう。あ、来た。なんかヘルチェンジとかって言ってた。おー、なんか来るの。ヘルボンバーか。おー、ポップ。びっくりした。ヘルプルスって言ってる。なんだろう。あ、バリエーションチェンジをしてるわけか。なるほど。あ、シュート入ったぞ。やった。あれ行こう。インフィニットエンド習得した。オッケー、ナイス。おもてなし。ちょっと待って。吸い込まれた。待て。こいつ、面白いじゃないか。こんなんかきつくはないですね。まあでも、第1形態とか第2形態とかありそうだからな。ヘルボンバー来る。でもあれかな、基本ブレイブモードで行った方がいいのかな。いた。いやー、よいしょ。ちょっとケアルだな。お、そうだ、イフリートがワンチャンあ、危ない。おもてなされるとこだった。バリアチェンジですね。ブレイブモード。基本これでいっていいような気がする。あー、おもてなし来るぞ。危ない。おもてなされちゃう。よし。さあ、召喚行こう。頼むよ、イフリート。削っちゃってくださいね。ちょっと待った。エアリスちゃんも死はいけないかな。ん？あ、おもてなされた。あ、違うか。いや、全然だよ。全然削ってないもん。なんか出てくるのか。確かにある程度ダメージ与えるとそうでしたね。めちゃくちゃやるな、めちゃくちゃ。よいしょ。よいしょ。無敵モードだって何さん。を倒さなかんってことかな。一回回復しようか。回復ボンが危ない。ちょっと最強の最強準備。お、地獄の火炎ですね。あ、どんぐらい削ってくる。2600。あ、結構半分ぐらいまで来ましたね。無敵モードだ。でもセレアリティがさ、ガチガチガチがアビリティで終わりやろ。あ、あれはあれなんだね。変わってないんだ。あ、無敵モードになっちゃった。あー、来るぞ。狙われてる。危な危な。危ないな。よし、逃げ遅れたんじゃないか。いやー、無敵モード厄介だな。また来るぞ。危な。あ、いや、食らっちゃったか。いけるかい。いや、無敵モードの再発が早いな。で、いいよ、顔してるよ。あれか、両腕から行った方がいい。ちょっと待って、もっとも持ってなしくない。やだなぁ。ああ、破壊しましたよ。いや、両腕破壊までが長い。もうこれあとノーキーモレンバでいいんじゃないかな。ダメなんかな。ああ、間違えた。クラウドだよ、回復するの。いやー、いっちゃったな、これは。なんであそこで間違えるかな。よし、来た。やばいぞ、やばいぞ、来るぞ。よいしょ。一回かわすとね、殺しやすいんですけどね。あとは、そんなに、逃げにくくない感じですね。よし、OK。一回まず回復しよう。ああ、もうすぐだぞ。ここはもう行こう、絶対。もう一回回復しよう。もうあとちょっとですね。メルカンってあれだったんだな、刀じゃなかったね。刀で行ったらめっちゃ大変なんだな、これ多分。魔法で行けばこんなに難しくなかったんでしょうね。メガポーションいっか。ここで負けることの方がめんどくさいですね。ポイントちょっとサイクラ準備しときましょうか。いやあ、これでリミットいこう。これでフィニッシュだ。あ、最後のよし。いや、きつかったなぁ。刀で行くのは本当にきつかった、これ。魔法で行かなあかんかったね、これはね。いやぁ、これは達成感あるなぁ。バッチリ合いましたね。ハイタッチね。全然決勝の敵なんて目じゃないな。あ、アニヤンですね。珍しいね。あんたが目をつけるなんて。気になるのかい？なんか謎な感じですね。全然顔を映さない。いや、きつかったよ、本当に。ガチンコできつかった。お前らがこんなにすげえとはな。バトルサインくれよ。いや、ほんときつかったってば。いたいた。探したぜ。マムからあんたらにって伝言を頼まれてよ。よくやった。後でうちに寄りなだってよ。あのさ、よかったらまた試合に出てくれないか。今回みたいなでけえイベントはまれだけど、いつでも何かしらはやってるからよ。コルネオ・コロッセオ。コルネオ・コロッセオでは日夜熱いバトルが繰り広げられています。新たな試合に挑戦したいときは近い駅門番に話しかけ。これはあれなんですね。今後も引き続き楽しめるイベントなんですね。いやー、ガチンコできつかった。これはなんだ？いやー、やめといた方がいいよ。とんでもないのが出てくるから。あー、これはね、エアリスがいなかったらちょっと無理だってやつ。何度回復で助けられたと。あ、すごい祝福してくれてる。これいいですね。あ、嬉しいな。じゃちょっとね、マムのところに行きたいと思います。はい、それでは、手もみ屋さんですね。戻ってきましたので、マムを訪ねていきたいと思います。来たね。お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあんた、なんでも屋のクラウドだってね。5番街ではずいぶんご活躍したって噂だ。人間働いてなんぼ、働き者には福が来るって言うだろ。人助けの縁は巡り巡っていいことがあるのさ。エアリスにはとびっきりのドレスを用意するから、楽しみに待っときな。その間、さてと話はここまでだ。着替えたら街の外には出られないけど、始めちゃっていいかい？どうなの、いいのかな。まあ、一応着替えましょうか。じゃあ早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね。その間あんたは女すれじゃできないこともあるんだろ。ああ、これでサブクエスト思ったよ。さばいていくみたいな感じなのかな。安心しな。あんた一人で時間が潰せるとは思っちゃいないさ。男のことは男同士。サムに話をつけておいたからね。勝手に話を進めるな。煮え切らない男だね。せっかくの機会さ、そのふぬけた男っぷりもついでに叩き直してきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ。そうそう、その白と臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお。じゃあクラウド、やってくれるんですね。後でね。お任せでね。覗くんじゃないよ。よし。はい、ということでですね、今日は、ここで終わりたいと思います。サブクエストの始まりかな、きっとね。しばしのが、とりあえずここ出るとこまでやってみますか。あ、出てますね。なんかクエストはね。あ、そっかそっか。サムのところに行って、始まるような感じですね。はい。ということで、本日の放送はここまでとしたいと思います。次回またこの続きからやっていこうと思います。それではまた次回、お会いしましょうです。失礼いたしますね。